ライオンレース3歳未勝利ダート 2000m 戦出走メンバー注目との一戦です。ダート 2000m 戦ダートコースの4コーナー奥にあります。ひどり戦シュート、この芝を少し走ってからダートのホームストレートの部分へと出ていきます。芝の上順調に各馬は運用を終えていって最後が15番です。カレン・アップラウゾ入りました。スタートしました。3番プレッシングクライに4番オブジェダ、黒い帽子2頭をスタート、内では1番スネルロケットも前に出てきました。まず3番プレッシングクライわずかに出ます。外から迫ってきた5番のダブラハルク2番手前のところになります。3番手が徐々に広がって4番オブジェダートに内側1番スネルロケット、すぐ後ろ12番名称工事16番ヒロンアステロイド、真ん中に9番ヒロンレジェンド入っていきます。スタート前から1番中段を1番に10番カレン・アップラウゾ、7番セルビアートレッタ、8番ラックライバー、中段以降も1段が前方となっています。リードも1馬身ぐらい4コーナー、そこから4番オブジェラートが並びかけに行って直線で向かいました。今度はかわしました。この2、3馬身後ろからは9番クローレジェンド、その後に3番ブレッシングクライと変わってまもなく残りの100を切ります。その後からはカレン・アップラウゾに13番下からの追い上げで残り 150m、 4番のオブジェラート、オブジェラート1馬身リードクリスタートエース SK カイザー、3着に9番クローレジェンドです。あんたがいて最後1位13番スタートが4番手でした。ウィンクラメを抜け出した4番のコブジェダート、4着に13番スタハラ、そして5着15番のカレン・アップラウゾとなっています。確定まではもうしばらくお待ちください。